サラジットさんか、もう一人の人見る限りだと、サラジットさんが上がってきそうだった。サラジットさんかも。始まりました。カメタイタイガーサラジットさん、サラジットさんみたいな、飛び道具飛び道具激しい。おじさんの紙にして爆弾をかわしていきましたが、おお、運ぶ、面白い。何だから、さっきまで
まり機能しないから爆弾を手に刺さり始めましたね。爆弾がガンガン攻撃に止まるのがやばかった。ガンガンの方向に効いてる時だとやっぱ爆弾が刺さると戦いやすい。失礼します。さあ、パーソン人気にリードしていくのは満足だが、おっと爆弾なのに、うまい。あーっと、カード上がっていく。うまいが避けて、避けて、あーっと、敵をかわして、うん、敵をさん、崖上がりクリスを決まってますね。さあ、おっさんに行くんじゃん。見た未来やるね。このあとは、左に倒せるわ。パーソンで見るのは、マップ。しかし、その要塞形式の触媒はどうなるかわかんないです。爆弾に当たった場合結構死ぬことが起きて、爆弾には当たらないと思ったところ関係よく見たけど、あーっと、死なない。ラスト、さっきから本当に空気すごい位置によっては本当にファーストパーソンで当たらないところで、あの、なのか普通に当たるパーソンで。まあでもやっぱファーストがむずいってのありますね。結構稼がれてたから。正解ですけど。っていうのは結構ファーストが地味に多いんで。まあ、ただ私は結構当たってるイメージがあります。当たったらバック。2戦目はちょっと。あれでしたけど、まあ、3戦目どうなるかなっていう、そこら辺が壁キックができない。カロスリーグ結局壁キックしなかったんですよね。はい、こうなんで選んだのか分からない。次の3戦目に2体とも壁キックするようなステージが使いやすいステージがあるんですかね。あの壁がこう、平面になってるキャラクターと思う。崖みたいにならないっていうのは、二人とも結構楽に経営ができるんですけど、あるかもな。まあ、セット、今リードしてるのは微妙。先ほど、まだ1戦目から見てるのに。さあ、もう。ガンマンをすごい距離縦にしてます。ガンマンを縦にしつつ、カンガ、あたってしまう。カンガ、失礼しますか。ガンマン、今ブーメラン一発耐えましたね。ブーメランも耐えるのは結構苦しいんじゃないのかな。はい、次、1、タイガー。おっと、ジャンプあるのか。ジャンプはないかったが、ミスしてる。あー、しっかり飛ばすことだな。ブルード、ジャンプと。頑張る、ウィスマ。ウィスマなんか地味に止まらなくなってたのかな。さあ、空前が空前はバスだから、これだって、お、空前うまい。さっき上 P で書いてさすがに、さすがに無理。16パー対0パー、さあ、強いんじゃないすごい。マッチ満足さんも先ほどからガンマンに対して回転を潜り込んで本体に当てて攻撃するっていうところをし始めてますね。少しずつ対策ができてきたってどこでしょうかね。そうですね。でもやっぱ相変わらずガンマを縦にされてる人が使えなくなってきた。なんか
たのでそれ飲んでいく。ここから何でも入るからな。無理だ。これでもなんかブーメランと跳ね返ってるように見えますね。ブーメランは跳ね返ってるか、跳ね返るかもしれない。しかも跳ね返った後のプレイが壊れないっていう。みんなで缶を試合している。あ、爆弾が取って。あ、わかんない。これまだ。あ、ダクトンってまだバックきついね。まだこれでもバーストはしない上に。ほかほかさせてきてるんで。逃げそうでは知らないと思うんですけど、何か当たったら怪しくなってくるんじゃないかな。爆弾一発もらってから何かっていう感じで。でも、ユウさんこれでバーストパーセントに入ってきたあたりですね。いや、まだ入ってないかな。あ、今のは危なかった。おお、おお、ブーメランや爆弾が当たってからその空前確定が本当に強いですね。まさかのブルさんが1回戦で反射がに回ってしまう事態が起きるんですけど、やばいですね。やばいですね。